ウジェーヌエ・エマニュエル・ビオレル・デュク。ウジェーヌエ・エマニュエル・ビオレル・デュク。1814年1月27日から1879年9月17日は19世紀フランスの建築家、建築理論家、中世建築の修復、及びゴシック建築の構造合理主義的解釈で知られる。1814年パリの裕福な家庭に生まれた。 知識人を招いたサロンを開いていた母、エディザベトや、その兄で美術評論家として、スタンダールやプロスペル・メリメラと交流のあった叔父ドレクリーズの存在もあり、幼い時から知的交流のあふれる教養的な家庭環境で育つ。絵画に早くから才能を示したが、フランスの正統的な建築教育機関、エコール・デ・ボザールを建築家を意にはめ込むものと批判し、入学を拒否。 その後は、フランス各地をめぐり、中世建築のデッサンなどに励む。また、デッサン学校で、教授代理として、教弁を取る。1836年には、デッサン学校の教え子とイタリアを旅行した。古典建築の傑作を称賛するも、古典様式を、フランスの風土や慣習を考慮せず無批判に、再現しようとするボダールの姿勢に改めて問いを持つようになる。 そして改めて、母国では、無視されている中世ゴシック建築への敬愛を深めていく。その後、メリメの推薦により古建築の修復に関わるようになり、1840年からのラ・マドレーヌ教会堂の修復を手始めに、パリのサント・シャペル、ノートルダム、アミアン、ルーアンの大聖堂など多くのロマネスクやゴシックの教会堂、上官の修復、復興に携わった。 修復の傍ら、その経験をもとに、中世建築時点、1854から1868年を表している。1863年には、ボザールの教授になりも、学生や教授らとの意見の対立により、その後発表した、建築校は、1862から1872年において、自らの建築理論を展開した。 1879年スイスのローザンヌにあった辞邸ラ・ベデットにて死去。ビオレル・デュークが最初に修復を行った建築である。長年の破壊行為や放置による劣化に加え、ロマネスク建築からゴシック建築への過渡期の建築であり、振動の側壁を支えるはずの側廊の2階部分、トリビューンがないなどの構造的欠陥を持っていたため、 側壁が外側に開いてきているという危機的状況にあった。歴史的記念物相関であったメリメからの依頼で修復が始まる。ビオレルデュークは境界道の構造的欠陥を実測調査により把握し、振動の天井と肥料を仮枠で支えた上で危機的状態にあった箇所を修復していった。1859年に修復は完了する。 正式な建築教育を受けていないまま修復現場に投げ出された彼にとってこの最初の修復作業は構造分析の重要性を認識させ同時にゴシック建築においてはすべての部位が相互で構造的に対応し合って全体を構築していることを確信させたこれは構造合理主義理論の確立へとつながっていく現在もパリの象徴となっている ノートルダム大聖堂は12世紀に始まった建設以来フランスの歴史を物語る多くの儀式が取り行われ人々に親しまれてきた。しかし18世紀には流行を気取った悪質な改築やフランス革命による激動を経て廃墟と化してしまった。彫像はぶち壊され、教会の歴史を語る装飾も剥ぎ取られた。ビクトル・ユーゴーはノートルダムとパリで 大聖堂の復興運動の意義を国民に訴え、国の修復決定に大きく寄与した。ビオレル・デュクは、サント・シャペルの修復で出会ったジャンバティスト・ラシュスと、共同で設計コンペに修復計画案を提出した。ラ・マドレーヌ教会堂の修復の進捗を喜んでいた、メリメが、歴史的記念物委員会の有力メンバーであった、こともあり、二人の案は一等となり百四十五年には、 修復工事が始まった。計画案には修復における建築家のあるべき姿勢として十分に慎重を期きすべきと書かれており、修復計画自体も控えめなものだった。しかし工事が始まるとその内容はエスカレートしていき、1857年のラシュスの死去以降はそれが顕著になってくる。当時のカトリック教会は、 大聖堂を歴史的記念物として復元するだけでなくより美しく飾り立てることで教会の復興を示したいと要求していた。この声を背景に、ビオレル・デュークは失われていた戦闘の復元を決定する。彼は残っていた戦闘のデッサンを発展させて以前よりも10メートルほど戦闘を高くし、また戦闘基部の周囲に福音史家と十二使徒の彫像を吹かたのである。これは 大幅な現状変更であり、また、彫像のモデルが、ビオレルデューク自身や工事に携わったスタッフたちなどで、あったことが、その後大々的に批判を浴びた。計画案で示されていた、控えめな姿勢が、論理的に説明されていたがゆえに非難は大きかった。このことは、歴史的建築の修復において、正確な復元に肯定することなく、建築としての機能を重視しようとした彼の建築に、 対する機能主義的側面を示している。バロア地方のほぼ中央に位置するピエール本は古くから軍事拠点として重要視され、オルレアンコールイによって本格的な防備状態が建てられた。1411年にはブルゴーニュ人の攻撃を守り抜いたという記録が残っているが、その後焼き討ちなどの破壊が続き、ルイ13世は 反乱貴族の拠点となるのを恐れ、ついに城の破壊を命じた。幸いこの解体工事は中断されたが、大々的な破壊によって、城は廃墟と化した。18世紀には廃墟と化したその姿が、ロマン主義者らの間で人気となり、利休として使うことを表明した、ナポレオン三世により1857年に、ビオレルデュークに修復が命じられた。 ナポレオン三世の当初の理想は、廃墟を眺めながらの別荘暮らしができるという程度の修復だった。そのため、天使と櫓のいくつかを修復し、あとは廃墟のままで残すという予定だった。しかし、修復工事が始まると、その内容はエスカレートしていく。1860年には外観をすべて復元することになり、1862年には外観だけでなく、 内装も含めて完全な理給として装飾を施すことになった。工事は、夫婦戦争敗北による第二帝政の終焉により一時中断するが再開され、ビオレル・デュークの死後の1885年に現在の形に完成した。残っているものの少ない中世の城郭建築として、ピエール・フォーンは貴重な存在だった。皇帝夫妻の住宅建築としてではなく、 歴史的記念物としての慎重な復元がなされていたなら重要な算となっただろう。そのため、ビオレルデュクによる修復は長年批判を浴び、考古学者らの最大の攻撃対象となった。他方、住宅建築としては成功していたと言える。北西翼部に皇后、ウジェニーのための舞踏会場として作られた女性有志の間は彼が力を入れていた部分で皇后を中心に 彼女の友人たちをモデルにした球体の女性有志像や内部装飾が美しい。それらは中世建築の復元の域を超えており、新しい時代を予告するような創造性に富んでいる。壁面の様式化された花模様や家具のデザインは、ウィリアム・モリスやアール・ヌーボーの先駆を成すものと言える。ピエール・ホンジョの修復は過去の貴重意向を破壊したとして大きく批判されたが、 中世建築の復元にとどまらず新しい建築の姿を模索したビオレルデュクの姿を示している。数々の中世建築の修復を行う傍ら、ビオレルデュクは新しい教会堂の設計も行っている。サンドゥニ修道院付属教会堂の修復を行っていた彼は1860年に同地小教区の教会堂であるサンドゥニド。 レストレ教会堂の設計を頼まれた。この教会堂はサンドニ大聖堂の西正面の位置直線上に一致している。当時の教会は祭壇を日の昇る方角にするため、教会正面は西向きに作られるのが一般的であったが、ビオレルデュクはサンドニ大聖堂の方角を向くようにするため大胆にも共同の正面を東向きにした。地下聖堂の建設や、 暖房の導入なども行い、工事は1865年には完了した。様式としては、ネオゴシック様式に分類される。しかしゴシック建築の特徴である交差リブを用いて、おらず、振動を扁平な交差ボールと天井で仕上げるなど、ビオレルデュクが最初に修復した、ベズレーのラ・マドレーヌ教会堂のようなロマネスクの様式が見られる。交差ボールとを形成する横断アーチも、 新郎のピアの中東の突き出た文から始まっており、ゴシック建築に見られるような垂直性は感じることができない。また、内部装飾は植物などをモチーフにした近代的なもので、ロマネスクともゴシックとも異なる。以上のことからも、この教会堂はビオレルデュックが自身の考えに基づいて独創的に作り上げた合理的建築と言える。彼は、 ゴシック建築を合理的建築として解釈したものの、無批判に受け入れはせず、自身の生きた19世紀という時代に適合させることで、19世紀にふさわしい、新しい建築様式を作り出そうしていたのである。ビオレル・デュクは、ゴシック建築をすべて力学的に説明することを試み、ゴシック宗教建築の最大の特徴である、交差リ部の構造的な重要性を示した。 その理論的説明はその隅々に及び、ピナクルや控え壁に至るまで全ての部位の存在に理論的整合性が与えられた。これが彼の確立した構造合理主義理論である。このことにより、ゴシック建築はそれまで重要視されていた古典建築と同等の地位を獲得したと言えよう。啓蒙思想の広まりや科学の発展などを背景に、 当時の新古典主義建築は二つの方向性に分裂していた。一方は、考古学的に過去の建築様式を正確に再現していこうとするものであり、もう一方は、古典建築の合理的解釈に基づき建築のるべき姿を追い求めていこうとするものである。ビオレルデュクは、構造的合理主義理論によって、両者の分裂を統合し、建築における理想的な姿と、 理想とするべき過去の意向とを一致させようとした。その具現化こそが中世ゴシック建築であった。19世紀当時新しい建築材料として使われ、始めていた鉄の利用を認めている点もビオレル、リュクの建築論の特徴の一つである。彼はゴシック建築への合理的解釈を広げ、合理的建築こそが良い建築なのであり、19世紀の建築も 合理的建築を目指さなければならないとした。彼は中世ゴシック建築の研究をしていたが決して、解雇主義者ではなく、過去と現在の建築の目指すべきものの違いを認識していた。その上で彼はその違いを材料の違いに求め、新しい材料である鉄を目指すべき、新しい建築の材料として重要視した。建築校は第2巻には鉄を用いた。 理想的建築の例が提示されている。ビオレル・デュークの建築理論に対する批判は多く分けて、以下の二つの議論から成り立っている。第一の論点は、ゴシック建築の交差リブは、彼が主張するほどの構造的役割を持ってはないのではないかという点である。これは、その後の戦細がある、程度答えを出した。砲弾による攻撃を受けて交差リブが破壊されたとしても、 ボールと天井が落下しない場合がある子が分かったので、ある。第2の論点は、たとえゴシック建築を合理的に解釈できたとしても、実際にそれらの建設を行った中世の職人たちが、それほどまでに合理的な考えを持っていたとは得ないのではないかという論点である。これも近年の文献研究によって明らかになってきた。建設当時の職人たちは決して合理的とは言えない。 比例論を用いるなどしながら建設を行ってたのである。以上のことからビオレルデュクの理論が修正を迫られたことは確かである。前述のような批判があるのは確かであるが、ビオレルデュクが近代建築家たちに与えた影響はとても大きい。ゴシック建築の合理的解釈に出発して建築そのものに合理性を追求すようになり、また、 機能主義的に建築の有用性を重視した彼の理論は、アール・ヌーボーの建築家だけでなく、20世紀の建築家たちに多大なインスピレーションを与えた。革新的な材料を用いた新しい建築のあり方を模索し、古典主義建築家たちが賛美してきた歴史様式からの脱皮を目指し、また建築の機能美を追求しようとした彼ら、近代建築家たちにとって、 ビオレルデュークの建築理論は、その先駆を行くものとして高く評価されたのである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。